こんにちは。生活冒険家の赤井成明と言います。今日はですね、モバイルハウスに300日間生活した僕が、モバイルハウスっていうのは一体どういうものなのか、なんで今モバイルハウスっていうものが流行ってきているのか、なぜ今モバイルハウスなのか、モバイルハウスがこれからどうなっていくんだろうっていうのも、まあ僕の、まあ、あくまで試験なんですけども、お伝えしていけたらなというふうに、思って、こちらの映像を作りました。はい、まあ、こんな感じでですね、モバイルハウスっていうトラックの荷台に、小屋を乗せた、スタイルで僕は、今暮らしています。で、実際に、こちらの、トラックの荷台の小屋なんですけども、こちらは、自分で、100% 作ったお家になっています。はい、で、作り方は、まあ、どうしたのっていうところなんですけども、僕はモバイルハウスの制作ワークショップに参加して、で、そこで作り方を覚えて、自分のものを作ったっていう風になっています。はい、で、今はですね、僕自身が、モバイルハウスの制作ワークショップを主催する側になって、モバイルハウスの作り方を、伝えていったりしています。現在は、モバイルハウス、この自分で作ったトラックの荷台の小屋に、住んで300日今日経っておりまして、まあ、実際にですね、そのモバイルハウスというものに暮らしたら何が起こるんだろう、暮らすことはできるのかな、そんなことを、実際に自分の、体を使いながらですね、実験をしておりまして、その様子っていうのを、YouTube、Instagram、Twitter、あと Facebook ですね、なんか SNS を中心に、発信を行っています。でですね、急になんですけども、まあ、家って何っていうところですね。 What is 家、What is house ってところなんですけども、家って何だと思いますか？暮らしって何だと思いますか？僕は実はそんなことを考えるきっかけがありまして、もともと東京でサラリーマンを4年間やっていたんですね。で、そこで東京都の墨田区に住んでたんですけども、で、東京ではですね、 1K で月々8万円の家に住んでたんですね。まあ、月8万円、つまりは年間かける10にすると96万円、年間費約100万円のお金が家賃で飛んでってるんだってなった時に、まあ、その時ですね、こうちょうど貯金をしようと思っていて、まあ、ハワイでの自給自足に向けて貯金しようと思った時、年間100万円めちゃめちゃお金が出てる。家賃もうその時やっぱし会社忙しくてですね、まあ本当に夜帰ってきて、朝早く会社に出てく、家を出てくっていうような生活をしていた時に、まあ、ほとんど家って寝るだけの場所だったんですよね。その時に、まあ、この寝るだけの場所に年間100万円、これってどうなんだろうな、家って何なんだろう、まあ、そういう風になったわけですね。で、まあ、そんな中でですね、モバイルハウスっていうものにまあ出会うわけなんですけども、じゃあモバイルハウスって何っていうところですよね。実はですね、モバイルハウス定義っていうのはまだないと、言われててですね、まあ、実際僕もですね、動く家の総称だっていう風に捉えています。はい、で、まあ、実際じゃあどんなお家があるのっていうところなんですけども、トレーラーの上に、小屋を乗せた、トレーラーハウス、またタイニーハウスなんて呼ばれる、スタイル、あとですね、僕のこのモバイルハウストビーみたいにですね、トラックの荷台の上に、小屋を乗せたもの、海外だとですね、ハウストラックなんて呼ばれたりしてます。はい、あとは、バンライフですね。今世界中で、バンに住む人が増えているなんていうと動きもあるんですけども、バンライフ、バンライファーっていうもの、あとは、モンゴルの、ゲルなんかも実はモバイルハウスだな、動かせるお家、モバイルハウスなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、もっと言うとですね、実はテントでさえもモバイルハウスなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、つまりは動かせるお家すべてモバイルハウスというふうに僕自身は捉えてます。まあ、そんな中でですね、なんで今モバイルハウスなのっていうところなんですけども、これがですね、まあ、ことの始まりはアメリカになるんですね。で、1997年ですね、サラ・スーサンガさんっていう方が、建築家の女性なんですけども、まあ、実際建築家でこういろんな家をこうドライブしながら見てたらしいんですね。で、その時に、まあ、アメリカのこうお家って大きいらしいんですね。で、そういうのお家を見る中で、あれと、このお家って本当に身の丈に合ってるんだろうかと、こんなに大きな家って必要なのというふうに思ったらしいんですね。まあ、そんな中でですね、もっと自分の身の丈に合った暮らし方をしていこうという、考え方が、徐々にアメリカで発生するわけですね。で、まあ、そんな中ですね、2005年、
ハリケーンカトリーナっていうものが、起こるわけですね。で、これがアメリカでですね、ものすごく甚大な、被害をですね、及ぼして、もう家なんかもこんな感じでですね、まあ水に浸かってしまうとか、本当に、何百何千、何万っていう方が被害に遭うと、そんな大きな災害でした。まあ、そんな中でですね、提案されたのがですね、こちらのカトリーナコテージというもので、まあ、もっと、手頃な、エネルギー効率の良い、住宅っていうのがあっていいんじゃないかということがここで提案されます。で、こちらのカトリーナコテージは、仮設住宅的な建て位置で、まあ、提案されたものだったんですけども、実はこれって住めるんじゃないのというふうに、なっていきました。で、さらにその後ですね、2007年、サブプライムローン問題っていうのが起こるわけですね。で、このサブプライムローン問題って、まあ、一体どういう問題だったのっていうところなんですけども、まあ、簡単に言うとですね、低所得者の、言ったら返済できるかどうかまだわからない人にもお金をどんどん貸して、家っていうのを、買わせたんですね。で、そんな中でやっぱし返せませんっていうことが起こって、お金が回収できないという中で、結局銀行が、お金回収しきれない破産みたいなことが起こってしまったというのがサブプライムローン問題でした。まあここでですね、やはりなるわけですね、 What is house と、家って何なんだろうというふうになっていくわけですね。で、2009年ですね、ジェイ・シェーファーさんっていう方がですね、まあ、この方以前から小さな暮らし、トレーラーハウスっていうのを提案してたんですけども、まあ、2009年に The Small House Book っていう本を出しまして、ここでですね、まあ、よりですね、まあ、いろんな災害とかも得て、もっとちっちゃく住んだっていいんじゃないのかと、自分の身の丈に合った暮らしってどのくらいのものなのということを動くお家で提案するということがあったんです。まあ、このあたりからですね、いろんな、災害、いろんな経済問題っていうものも得た上で、まあ、本当に大切なもの、シンプルな暮らしっていうところがアメリカでじわじわと広がっていきました。はい。でですね、場所は移り日本、2011年、皆さんもまだまだ記憶に残ってると思うんですけども、東日本大震災っていうものが起こりました。はい。で、まあ、皆さんもご存知の通り、ものすごく大きな被害があった災害でした。はい。まあ、この311以降ですね、ミニマルライフっていうものが日本で改めて見直されていくようになりました。よりですね、シンプルに本当に必要なものっていうのは何なんだろうという、暮らしっていうものに、よりフォーカスを当てていくと、皆さんの集中が、向けられるというふうになっていったんですけども、そんな中でですね、坂口恭平さんという芸術家の方がですね、モバイルハウスの作り方という映画を出します。これ廃材で、0円で作ったお家っていうのは住めないのかというような映画なんですけども、それに続きですね、無印良品が、実は小屋っていうものを発売していて、ちっちゃな暮らし、また仮住まいみたいなものを提案していたり、あと、日本を代表するアウトドアブランドのスノーピークがですね、まさに、トレーラーハウスっていうものを発売していて、重箱っていうんですけども、建築家の隈研吾さんとコラボレーションして、動くお家っていうものも提案しています。まあ、What is house? What is 家? What is 暮らしというところですね。まあ、暮らしって何なんだろう、家って何なんだろうということをですね、実は、まあ、アメリカのみならず世界中でですね、今考え直され始めているところなんですね。じゃあモバイルハウスっていうのは、実際にですね、これ新しい考え方なのと、新しい住まい方なのだろうかというところなんですけども、実はこちらですね、別に新しい考え方じゃないんですよね。遡るとですね、ル・コルビジェ、っていう有名な建築家の方がいて、彼がですね、1949年、まあ、こんな、見た目の方で、何かこう雑誌とかで見たことあるなっていう方もいらっしゃると思うんですけどもですね、まあ、こちらのル・コルビジェさん、実際その建築作品がですね、世界文化遺産になってるような、もうものすごい人なんですけども、日本にも、建築物唯一ですね残してるものが、国立西洋美術館っていうものがあったりします。でですね、このル・コルビジェなんですけども、カップマルタンの休暇小屋
ていう作品を残していて、まあ、どういう作品なのかっていうとですね、こちらまあ名前に小屋ってついてるように、まあ、ちっちゃな空間なんですね。でそこなんですけども、じゃあただの小屋なのかっていうと実はそうじゃなくて、まあ、自分その人体と黄金比に基づいて作られている小屋で、狭いながらもものすごく快適な空間を提案していると。でですね、まあ、最小住居でありながらとても豊かな暮らしができますよっていうものを晩年ですね彼が提案していたということがあるんですね。さらに遡ること、1212年、もう鎌倉幕府の時代ですね。加茂町名、ウィキペディアから引っ張ってきた画像がですね、もうこのこうやってほうけてる感じの画像で、一体これどういう人なんだろうっていう感じなんですけども、まあ加茂町名、北条記っていう本を出した人ですよね。北条記って何っていうところなんですけども、北条っていうのは、まあ、一条四方の空間のことを言うらしいんですね。で、その一条っていうのが大体3メートルぐらいなので、北条っていうのは大体9平米ぐらいの、広さのことを言うらしいです。まあ、9平米ってのは結構狭いと思うんですけども、まあ、その北条記の冒頭ですね、どんなことが書かれてるかっていうと、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、なんてらかんてらっていう感じでですね、まあどういうことっていう感じなんですけども、まあ、現代語訳されるとですね、まあ、流れる川の流れっていうのは絶え間ないけれども、でもそこにある水っていうのは決しても元の水じゃないと。でですね、まあ、世の中の人そして住まいもこれと同じだっていうことを言ってるんですね。人の暮らしそして世の中っていうのも絶え間なく水のように変わっていくものだということを、なんと平安時代今からですね800年以上前にこの人は言ってるんですね。で実際に、北条庵っていうですね解体できる小屋に、彼は住んでいたんですけども、まあ、当時ですねまさに貴族の時代から武士の時代になり、鎌倉幕府っていうものができて、まあ、世の中がもうぐわーっと大きく変わっていった時代、そんな時代に彼は生きていたんですよね。まあ、そんな中でですね、変わりゆく時代だからこそ心配事をなくそうと、シンプルに生きようと、そういうことを、言っているのがこの北条記なんですね。はい。でさらに遡るとですね、縄文時代と、いつということなんですけども、縄文時代ですね。実は縄文時代、今ものすごく僕自身興味があって、じゃあ世界的に見ても1万3000年もう一つの時代が続いてるっていうのは、こう類を見ないぐらい長いらしいんですね。で、いろいろこう最近技術が発達して、縄文っていうものがより詳しく分かってきてるらしいんですけども、その縄文がですねめちゃめちゃ面白い。実は当時は上司部下っていう関係がなかったんじゃないかっていうことが言われていたり、食べ物も全て平等に分け与えられていたんじゃないか、つまりですね、ものすごく戦争がなくて大きく切り替わる必要がなかったからそれだけ長く続いたんじゃないかなんてことが言われているらしいですね。まあ、その縄文時代なんですけども、こちらの画像なんですけども、こちらアイヌの、アイヌ民族の方のクチャって呼ばれる、建物なんですけども、どういう建物かっていうと、まあ、縄文時代、そしてアイヌの方もいわゆる狩猟採取の生活で、狩猟生活をしてたんですね。まあ、そんな中で山へ入っていくときに、一日で行って帰ってくることはなかなかないので、仮の小屋を建てて、夜を過ごしていたらしいんですね。っていうのがクチャっていうもので、これって実はモバイルハウス的じゃないかなっていうふうに、僕は思いました。はい。なんでですね、実はモバイルハウスっていうのは、ここ最近のムーブメントみたいな感じではなくて、実は、遡ると縄文で、実は、鎌倉時代にも、そしてですね、近代なんかも実はものすごく考えられ続けている、ライフスタイルっていうことが、分かっていただけたかなというふうに思います。モバイルハウスっていうものの今までの流れっていうものが分かったところでですね、じゃあ今モバイルハウスっていうものが日本でどんな動きがあるのかっていうところを紹介させていただければなと思います。まず一つ目なんですけども、カーステイっていう、今ベンチャー企業があります。で、どういう企業なのかっていうところなんですけども、2018年の6月、まだ最近ですよね、創業された会社で、ここの企業がですね今、出しているサービスが全部で大きく3つあって、1つ目がですね、バンシェアですね。で、バン泊まってみたいと、キャンピングカー使
ってみたい。でもやっぱし買うのはハードル高いっていう人いると思うんですよね。まあそんな中でですね、モバイルハウスとかバンっていうものに、借りる、レンタルすることで、その暮らしを体験できるっていうサービスが一つ目で、二つ目がまさに社名にもなってるカーステイですね。どういうサービスなのっていうところなんですけども、駐車場もう車中泊生活してるけれどもどこに停めたらいいのかわからないっていう人と、あ、うちの駐車場使ってもいいよっていう駐車場借りたい人と貸したい人のマッチングサービスっていうのをやってるんですね。これによってかなり、日本っていうのは RV パーク、車を、車中泊、キャンピングカー止められる場所っていうのがなかなかないなっていうことが言われているんですけども、今そこに大きくメスを入れているというサービスになります。で、3つ目がですね、バンライフジャパンっていう、いわゆるメディアになるんですけども、オンラインメディアでいろんな、旅暮らし、車中泊生活をしている方を発信して、まあ、どんな暮らししてるの、どんな人がいるの、どんなノウハウあるのなんていう情報発信を、している会社です。はい、で、僕自身も、バンライフジャパンで取材してもらって、記事出していただいてます。で、2つ目の会社がですね、サンポっていう会社があります。で、こちらですね、東京の、東日暮里にある会社なんですけども、彼らはですね、20代、前半ぐらいの本当に若い、方々がやっている会社で、2016年にですね、もう本当当時は20歳にもまだなってないんじゃないかぐらいの若い方々が立ち上げた会社です。はい、で、彼らがですね、すごい提案してて、あ、かっこいいなって、面白いなと思うのがです、モバイルハウスっていうのはもはや家じゃないんだよと。モバイルハウスっていうのは文化であり、それは生活としてのアート的なものであるということを提案してて、モバイルハウスっていうものを、より自分っていうものをに気づく、自分に目覚めるためのツールとして提案してるっていうのがすごく面白いなと思います。はい、で、こちらの写真はですね、昨年開催されたキャンパーフェスっていうイベントの夜の光景になります。はい、でですね、こちらのキャンパーフェス去年で、第3回目となっていてですね、まあ、年々、参加者の数増えていて、去年はなんとですね80台近くの動くお家が集まって、まあ、一晩そこにもうさながら村ができたというような光景でした。はい、で、実際この写真もですね、本当にあっち見たら焚き火してて、こっちではみんなでこう飲ん でこっちでは音楽をみたいな感じでですね、まあ、それぞれが各々集まって、で、移動しながらですね、もう一晩限りの村を作るというようなことが行われてました。で、こちらですね、モバイルハウスビレッジっていう、オンラインのコミュニティになるんですけども、 Facebook で運営されているグループになります。はい、で、こちらのグループですね、今なんと1500人近くまで人数が増えていて、まあ、それだけモバイルハウスに興味関心がある人が増えているということがすごく、感じられるかなというふうに思います。はい、まあ、そんな中でですね、今非常に盛り上がって生きているモバイルハウス、車中泊っていうところなんですけども、じゃあこれからモバイルハウスってどんな風になっていくと思うというところをですね、お話させていただければと思います。これから、まあ、車といえばですね、自動運転が来るっていうのはものすごく言われてますよね。で、そんな中でですね、昨年2019年の東京モーターショーでですね、トヨタと、日野がですね、非常に面白い提案をしていて、まあ、まさにモバイルハウスっていうものにも今注目しているとのことです。で、じゃあ日野がどんなものを提案してたのっていうところなんですけども、日野はですね、フラットフォーマーっていう、商品を提案していました。で、こちらどういう商品なのかっていうと、もう自動運転で走る台車になると、もはや車は台車になるっていうことを提案してるんですね。で、実際に、どういうことっていうところなんですけども、こういう形で、内容を提案していってですね、上に載せる箱の機能によってそれぞれの車のその空間としての役割が変わるという提案をしているんですね。こちらの画像だとですね、例えばデリバリーをしたり、あともちろん今まで通りこうバスのような公共交通機関ですね、あとは販売の役割を果たすなんていうことも提案してたりしてですね、まあ、とりあえずその上に乗せる空間次第でいろんな可能性が生まれるんじゃないかっていうことを日野は提案しています。はい、続いてトヨタですね、トヨタはですね、e パレットという商品を提案していました。で、こちらもですね、もう見るとんとほぼ自動運転の空間っていう風になってるんですね。で、
トヨタはサービスパートナーですね。つまり提携する、企業のそのサービスっていうものをその空間に持ち込んで、いろんなサービスが動き回る世の中になるっていうことを言ってるんですね。で、こちらのトヨタの、e パレットなんですけども、集まってこんな形でですね、まあ、もっとお祭りとかもう村さながら村みたいな、ことも、起こるんじゃないかということを提案しているんですよね。で、この画像を見た時に僕はあれと思ったわけですよ。あれと、このさっきのキャンパーフェスの光景、これ一緒じゃないかなと。つまりですね、モバイルハウスっていうのは今これから来る自動運転の未来をある意味アナログの形で先取りしてると、そんなことも言えるんじゃないかなっていうふうに考えてます。トヨタと日野も言ってるんですけども、言ったらモバイルハウスって別にモバイルハウスって言ってるんですけども、僕自身住んでみて感じました。モバイルハウスっていうよりもモバイルルーム的な要素が強いなとですね。実はモバイルハウスはあくまで動く空間だなっていうふうに思ったんですね。つまりですね、モバイルハウスは全然モバイル何々というところで家と決めつける必要はなくて、まだまだ僕らの気づいてない可能性っていうのを秘めているツールなんじゃないかなというふうに感じています。今モバイルハウス、まあこんな形で、まあこんぐらいの今ところしか見えてないですけども、実はまだまだ伸びしろがある道具なんじゃないのかなというふうに思っています。今ですね、まあ、世の中では働き改革だっていうことがまあ叫ばれて、もう、時間も経っていたり、まあ、人生100年時代だって言われていて、もうこれから人生100年も生きちゃうのと、今僕30歳みたいな、こうあと70年って結構あるなんて。でさらに、まあ、ライフシフトっていう本が、まあ、世の中で非常にヒットしたりっていう感じでですね、まあ、人生っていうものを改めて向き合う、タームになってるんじゃないのかなっていうふうに思っています。まあ、さらにはですね、まあ、コロナウイルスっていうものが今まさに猛威を振るっていたり、あとやはり世界中でいろんな自然災害が起こっていたりします。これって、まあ、実は令和乱世と言っても過言じゃないんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。はい、令和乱世、乱世ですよね。乱世と聞いた時に私はあのポカーンとほうけた鴨の長明を思い出されたわけですよね。実は乱世の時にこそシンプルに暮らす、乱世の時だからこそ柔軟に動ける暮らしっていうのが重要なんじゃないのかな。柔軟に暮らせるっていうことが非常に強みになってくる、今そんな時代なんじゃないのかなというふうに思っていて、だからこそ今モバイルハウスっていうものを、まあ、見直すタイミングなんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、というわけでですね、まあ、僕もこれから、さらに新しい暮らしっていうものにですね、生活冒険家としてチャレンジしていこうと、まあ、思っているので、いろんな暮らし方、暮らしって何なんだろう、生きるって何なんだろうと、そんなところをですね、一緒に探っていくことができたらなというふうに思っています。でですね、今回ですね、ぜひこの機会にこれ聞きたいみたいな質問、まあ、僕で答えられる、まあ、範囲内になっちゃうんですけども、受け付けたいなと思っているんですが、その前にですね、ご協力のお願いということでですね、まあ、僕今回も YouTube で発信してるんですけども、こんな感じでモバイルハウスの作り方だったり、モバイルハウスでこんな生活してるよっていう様子、あとはですね、変人コレクションっていう形でですね、まあ、変人っていうのは変な人じゃない、変える人だっていう、キャッチフレーズで、面白い暮らし、面白い生き方してる人にインタビューするっていうメディアをやったりしています。でですね、今年の夏までに YouTube の登録者1000人目指すぞっていう風に言っていて、今もうちょっとで折り返しっていうところなんですけども、ぜひですね、あーこいつ応援したいな、あーちょっとこいつ面白そうだから話聞きたいと思っていただければ、ぜひチャンネル登録していただけると、非常に嬉しいです。はい、というわけでですね、質問はぜひコメント欄に、いただければ、もうすべて返させていただきたいなと思っているので、ぜひ、どしどしとですね、まあ、気軽に、質問していただけると、僕もすごく嬉しいです。はい、というわけでですね、今回、まあ、僕のあくまで試験なんですけども、モバイルハウスとは何なのか、なぜ今モバイルハウスなのか、これからモバイルハウスがどうなっていくのかというところをお話しさせていただきました。はい、そん
な形でですね、一緒に、これからもっとどんな暮らし方があるのか、暮らしっていうものをより掘り下げていきたいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。